はい、セイクリッドブレード、ボス攻略動画になります。で、今回はね、9の8やっていきましょう。ジェナですね。で、ちょっとこれスキップして、で、メンツはルナリア、シャノン、シディルでプレイしていきます。紫、闇と火と水ですね。水のエレメントはないんだけど、シリルは盤面整理係と剣、チェーン稼ぎつつダメージディーラーとしてやってもらいましょう。シリルはね、結構なんか全体的に使いやすくて、結構範囲が狭いから使いにくいっていう声が多いんだけど、私は結構ね、このキャラ使いやすいですね。このキャラ使ってね、パズルをするのがすごい好きです。シャノンは相変わらずぶっ放し系なんで、基本動かさずに、MP 溜まったらスキルぶっ放す役割として持ってきてます。あとたまにね、エレメント固まってたら適当に動かして5チェーン、4チェーンして MP 回復させるっていう感じの使い方してます。で、ルナリアはね、ほんと強いね。こいつも強いんだな。今回8に入った時に、8の8だったかな、クリアした時にもらったんだけど、今回こいつがめちゃくちゃ強いですね。複合型タイプなんだけど、攻撃範囲がね、自分の、一直線上のマス全てと。で、こいつ2チェーン以上で攻撃当てると、相手にこの呪いをつけることができるんだよ。で、呪いつけると被ダメージがなんか2倍3倍になるらしくて、もうこれがね、めちゃくちゃ強いんだよね。2倍の状態でシリルの4チェインとか当てるともうえぐい。ダメージ量がほんとえぐいんだよね。この3人本当に相性がいい組み合わせだと思います。もうシリルとこのルナリアはね、ストーリー進めてったら SR もらえるんでね、めっちゃ強いキャラが普通にもらえて、かなりやりやすいゲームですね。さあ、ルナリアを動かして、今回盤面がかなりいいですね。もうボス戦なんでね、最初はやっぱ壁とか壊して、エレメントの量を増やしたいんだけど、今回どうすかな。アイスウィークでグループバリア張ってるんで、2人同時にダメージを与えていきたい。で、ここで3チェーン、4チェーンいけないか。微妙だな。やめよう。ちょっと光がね、あんまり必要ないエレメントなんで、適当に盤面整理でもしていくかな。どうすかな。なるべく右下壊したいんだけど、いやー悩みどころだな。あー、こいつで3チェーンいけんのか。目ん玉はデバフかけないと倒せないんだよな。ちょっと盤面を変えましょう。お、いいね、4チェーンいった。で、目の前に目ん玉はデバフかかってるんで、多分倒せる。これで、ルナリア、踏んづけて。あ、これはいい。4いけるぞ。うわぁ、いけ、方向的に微妙だな。これどうしようかな。ボス2人を巻き込んで、これでいいか。よし。で、左下の目ん玉をやって、ね、やっぱね、難しいね、パズルが。4チェーンにするとね、MP も稼げるんで、今回ありでいいでしょう。さあ、次ルナリアの HP がちょっと気になるな。次ジェイクのターンか。いやー、どうしようかな。結構縦に重なってるんで、光エレメント使ってもしかしたらいけるかもしんないんで、
4チェーンできないな俺、きついな。ちょっと盤面整理をしようで、一気純正使ったシリルを縦にして、ウナリアはなるべく遠くに対比したいが、パズルが思い浮かばない。下の方に火がないのがきついんだよな。シャノンもマックス3チェインだと微妙なんだよな。シャノンはね、なるべく4チェイン以上の時しか動かさないようにしてるんで、基本ルナリアかシリルですね。やっぱね、この複合型はめっちゃ便利だな。近接タイプのキャラもほぼほぼ使ってないっすわ。アレスとか主人公なのに一回もゼリー開いんだよね。もう多分シリルが主人公かな俺の中だと。こいつがもうほぼほぼ主人公ですね。物語にも常に出てくるし。なんかルナリアの SR とかシリルの SR とか出してきてさ、なんか本当にシリルが主人公みたいになったけど、なんかストーリークリアしてったらアレスの SR とかね、もっと早めに出してくれたらもう使うんだけどね。アレスはもうガチャで当てない限りレアしか持ってないんで、ほぼほぼ出る幕がないというか。そして炎エレメントを消費して対比してデバフを与えつつ、これで呪いを入れて、でジェイク、うわジェイクそっち行く、変なとこ行ったなあいつ何しに行ったんだ。おっと、この盤面だと光エレメントが結構多くて美味しい感じにはなってるけど、シャノンのさ3チェインか、サンチェだと微妙だな。ま、光つないで4いけるかな。ちょっと待てよ、これ上行って、ちょっと待てよ、これこれ当たんねえよ。目ん玉やるか、先に目ん玉やろう。デバフかかってるからダメージもでかい。おお、516、714、いいね。さあボス2人になった。おいて、あーやべ、シャノンが魅了されてるよ。いてえな、ルナリア死んじゃうな。まずいぞこれは。ジェイクのターンか。光ちょっと消費しないと、さすがにあれはまずいな。ジェイクが近づいてくる。で4チェインして、いやーこれ待てよ、ちょっとやり方考えると、でも光使わないとな、やってくるんだよねやつが。縦に4チェーンかませばジェイクともう一人もいける気がするが、うまく組めるか。そこから上行って、下、いやー難しいな、きついわこの真ん中2列を埋めればいいんだけど、左上とね右上がつながらないんだよな、うまいこと。困ったな。ここがね問題なんだよね。やべえ、パズル難しい。いやーできねえな。いや、繋がってるのが光しかないな。おっ、ダメか。これはちょっと無理ゲーですね。ちょっと無理ですね。盤面整理をするか。これでどうだ、光を増やしたんで、これで繋がるでしょ。
こうこうこう行って右経由していいんじゃない？で戻ってきて真ん中の2つの上に入れれば、入れて4チェーン行けば、あれ ?3 だな、どうした？ちょ、な、組み方間違ったか。さっき4行ったんだけど。で、右、上、左、上まで登っていきつつ、で、戻して、踏んで、左下からの、上、左、下、お、行ったね。あ、完璧でしょ。いや、このルナリアのカボチャいいね。盤面整理一旦の中でできるんで、さあグループのバリアを剥がしていく。おお、なんかあれだね、マルチプレイの対戦とかあったらこんな感じなんだかな。なんか結構ボス戦とかだとでっかいボスをみんなでボコるって感じだけど、こういうなんか自分と同じようなキャラで戦うボス戦ってでもいいですね。同じ感じでちゃんとチェインとか出してくんだよなこいつら。でもなんかマルチ楽しそうだよね。マルチ対戦とかあったらすげえなんかカオスな感じになりそう。どうしよう、縦に右上下にいるけど、シャノンのな技ぶっ放してもいいけど、ジェイクに当たんないんだよな。まだあれだな、あと呪いをねかましたいんで、2チェイン、光2チェインで2体同時に呪いかませる位置にいるんだが、ちょっとここで2チェインいけねえかな。あ、これでもいいのか。さあこれで、ね、ジェイクと呪いを与えていく。やばいねこれ。うお、さあこの状態で紫エレベ、あーまばらだな。ちなみにシャノンは、シャノン動かせなくて、まだ動かせないか。これは ルナリアのスキルで盤面整理をしていく場面のような気もするけど、さあ火のエレメントつないで、これは何本作れるかな。まあ4作れればいいんだよね。もう3チェーンイン、お、4いける。ちょっと場所変えよう。縦4チェで2人に呪いからのダメージを与えていきたい。上から経由して下上、うわちょっと待っていかないな。どうしようこれ、ちょっと詰まったあ、いいね、これでいいのか。お、完璧でしょ。いったこの使ってサポートスキルを起動しつつ、4の方カンナギを、うわ強っ、1000超えた強っ。ルナリアの呪いからの、やっぱルナリアがねすごいんだよねこのスキル。いや、いいですね。さあそんな感じで9の8サクッとクリアしていく。グレンドのかけら SR ありがとうございます。はい、じゃあね次行きますか。はい、じゃあ続いて10の8やっていきます。さあ光属性のボスが出てくる。で今回ねこいつなかなかバリア剥がすのがめんどくさいね。闇1ヒットのプッシュするとなんか姿が変わるんだよね、このガーゴイル。でその状態じゃなきゃダメージを与えられないみたいな。結構反転、光モードから闇モードに反転したらまた条件が変わるってかなりめんどくさい。さらに手前の2人もなんか何かしらめんどくさいバリア持ってますね。闇1ヒットの非リチェインだとかプッシュだとか、もうこの3人で挑めって言ってるようなもんで。さあまず適当に盤面整理をしていく。おお、なんか突っ込んできた。このボスは結構あれですね、どしどし動いてくる系ですね。さあどうする。うーん、闇1ヒットだからルナリアは基本動かせなくて、
プッシュがね、ボスと左下のやつがプッシュなんで、両方に当てていきたいが、うまいことパズル、いやこれきついな。片方ずつ行った方がいいか。片方ずつ行きましょう。さあまずはボスから、闇シット行って、2チェインからのプッシュでバリアを当てていく。さあ剥がしたんで一気順戦して回避を与えつつ、結構ねこのガーゴイル威力が半端ないんでね、今回このシディル君の一気順戦がかなり生きてきます。さあ火のエレメント、シャノンのサポートスキルを期待しつつ、下から上回してこのボスに、あちょっと待ってよ、当てれねえな。3チェインでいいか、3チェインで3の方を当てていく。フレームストライクから3の方、強い、うわ強い、反撃食らわない、もうミスですね。はい、ミスを連発していくこのシディルのスキルもほんと強いよな。回避率アップって言ってるから多少当たらなくなるのかなと思ったんだけど、そんなことなくても 100% 当たらない、もう無敵ですね。2ターン無敵、最強スキルです。結構ねマルチやっててもこれに救われることが多々あるというか、敵の攻撃を一切受け付けないって、もうやばくないですか。はい、じゃあ引き続き光でこれでいいか。まずねボスを、まだね食らわないんで、どっちかっていうとね今回はねもう一回一気純正をかけたくて、みんなのところに戻ってきました。なんでスキルをかけて一気純正して、で敵のガーゴイルが裏返ったんで、ちょうどいいですね。4チェインで切るんだったらシャノンの4チェインで MP を回復させつつダメージを与えていきたい。で火、闇1ヒットの火2チェインがねできるんで、これで右側のバリアを破壊しつつボスの体力を削っていく。完璧な立ち回りですね。で相手の攻撃は一切食らわない、ミスですね。さあ今回もミスやばいぞ今回、うまく回りすぎだな。でファイアビームやってボスを瞬殺していく。完璧な立ち回りですわこれが。あとはね雑魚を適当に片付けて、どうすかな、闇市ヒットのプッシュができるか。今回無理だな、ちょっと左のやつを、右のやつ倒しつつ、でもこいつは盤面整理だけでもいいんだよな。うん、ちょっと盤面整理をしていきたい。光闇でプッシュは無理だよな。きついな。火のサポートを起動さえしちゃえば右のやつは倒せる気がするから、ちょっとね闇エレメント増やしたいんで消していきましょう。3の方噛む。でうわーこれきついな。あいけるか、一応いけるな。ただシディルの周りに闇エレメントがないんで、ちょっとルナリアの、ルナリアさんの、うわ出てこなかったか。まあもうこんな雑魚に倒されることなんてまずまずないと思うから、まあまったり盤面整理をしていきましょうか。そんな感じでシリーズというか、今ちょうど10の8なんだけど、もう相変わらずねこのシディルとシャノンとルナリアが強くて、しばらくはねこの組み合わせでいくのかなっていう風に思ってます。
さあ4の方カンナギ入れて、4の方カンナギ、バリアを剥がしたんで、こいつマジックか、マジック系だったらシャノンはちょっときついんで、まあ、ルナリアかな、ルナリアで行くしかない。結構ねボスも強いんだけど、結構その辺の雑魚というか普通のね敵倒すのがもう最近難しくなってきてて、何よりこのバリアの制約が厳しいんだよね。はい、でルナリアのチェインで呪いをかけていく。もう呪いかけたんでスキル当てて終わりかな。このスキルダメージも2倍になるんで、はい、660。さあもう一発当てて、一発当てて終了ですね。いや今回はかなりうまくいったぞ。これ何回かね取り直してるんですよ。3回ぐらい死んだかな。やっぱね一気純正をきれいに決められればいいんだけど、敵の攻撃がねちょっとダメージ強くてすぐに死んじゃうんだよね。はい、じゃあそんな感じで今回ボス攻略動画でした。またねボス攻略動画どんどん上げていきたいと思うんでよろしくお願いします。